2日前に、入荷したオマールエビ4匹を輸入しています。食用、もともと食用って言われたんで、まあ、元気飼育できるか、飼育をできるかどうかわからないんですけど、仕入れて飼育しています。1匹今元気で、これがタコ、朝入荷してきたこの小ダコですね。まあ酸欠で死んだりする個体もあるんで、それを今食べているところです。もう餌を食べているってことはだいぶ元気な、この丸エビは結構長生きするかもしれないです。大きいハサミ使って食べるんかと思ったんですけど、全然そんなことなくて、なんか前足みたいなんで食べています。